気象庁の電話の予報では南西の風、うん、2個目の低気圧が近づいてきて、北に上がりながら近づいてきて、もう白くなってきた。進化して初めて滑りも進化する。でそれを今度道具の進化を超えた滑りがあって初めて道具も進化する。これをずっとこれを繰り返して今のままだとそれがないんですよ。だから別にスノーサーフっていう言葉はどうでもいいんですよ。スノーボードの手遊びを進化させるためにはスノーサーフも スノースケートも全部みんなが利用していくべきなんです。で初めて今道具みんな勉強しているところだと思うんです。世界中の人たちがこうしたら何が起きるかっていうのが今本当にこうレボリューションの時代なんで、世界中でまた次を模索している人たちの進化につながる、そういうことが重要だと思っているので、今はそんな感じですかね。まあ原点のプロジェクトはそういうことです。原点を世界中にたくさん売るんだっていうことじゃなくて、そのスノーボードのカルチャーをいかに引き上げていくかっていう活動ですね。全然昔からそうなんだけど、スノーボードのレベルとかあまり気にしてないって、それよりなんかその持ってる人の面白みというか、うん、ライディングの面白みみたいなのが重要だから、うん、僕らにとっては、うん、今はすごく面白いですね。ものづくりもやっぱり自分のためだけじゃなくなってきて、まあお客さんのためとかっていう、まあもちろんそれはそれでまた別の次元としてあるけど、次の世代のために多分作っていくその面白さっていうのはまた出てきてるし、タイヤもそうだけどボードも人の命を預かるのも最も重要な道具なんで、そこはまあ気を抜けないところですよね。シビアなところです。あと目的はなんか道具じゃないじゃないですか。やっぱりこういかに自己表現できるかって、その中で個性があるボードを考えるっていう、ただ強力なその肉体を武器に何かをするんではなくて、やっぱもっと精神の方に入っていってるっていうのは、体はその時に認識したけど、まあイメージとしてはまあどうだろう、ある程度の年齢になってからじゃないとそれはこう自分自身も理解はできなかったけど、うん、まあそういうふうに考えるといくつになってもずっとこうターンの研究とか滑りの研究はし続けていかなきゃならないんだなっていう感じで、永遠になんかスノボの話してる、それはそれでも面白いですけどね。